はい、皆さんこんばんは。9月5日月曜日、306回しゃべくりマッスルの時間がやってまいりました。今日のマッスルはですね、やっぱり暑いですね。朝からですね、日差しがやっぱり強くてですね、今日今この町歩きセンターの中のスタジオなんですが、エアコンも使ってですね、皆さん頑張ってやっております。そんなマッスルでございます。さて今日のゲストをご紹介いたします。清野にありますレストラン花屋の店長さんなんですが、あがた美恵子さんをお迎えして歌声喫茶100回目を迎えたお話をお伺いしたい。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、じゃあそうですね、レストラン花屋さんの場所ですね、ちょっと説明していただいていいですかね。はい、そうですね、遠くからいらっしゃった方は、長野インターを松代の方に向かっていただいて、まっすぐ南に行きますと、ロイヤルホテルさん、ここを、右に曲がっていただいて、町の方に向かわないで、このまま高速道路に沿ってずっと西に向かっていただくと、約2キロですね、中堂島という信号になりまして、ここを直進していただくとすぐ50メートルぐらい、右側にございます。今日お邪魔している、この町歩きセンターはこちらですよね。ここからですと、もう町の中をまっすぐと西の方に向かっていただいて、同じく中堂島の信号を左折して、すぐ右側、分かりやすいところにございます。そうですね、結構駐車場も広いですね。そうですね、普通の車ですから 3,40 台は止められますし、大型のバスももちろん止めて、なるほどね、いただけますので。そうですか。場所のいいところであればね、皆さん一緒にいろんな人来られるんだと思いますけども、ですね、花屋さんの隣に、これは何ですか、大島八甲記念館っていうのがございますよね。これはどういう関係なんですかね、ちょっと花屋さんと。大島八甲記念館は、大島八甲さんは、西寺を、の出身の詩人でいらっしゃって、95歳で亡くなられて、もう10年近くになります。そうですか。で、松代に生まれ育って、あと東京の三鷹市っていうところにお住まいになられて、三鷹市で亡くなられたんですけれども、松代千曲川ふるさと思う詩をたくさん残していらっしゃって、で2008年の7月ですかね、たまたまいろんなご縁があって、ふるさとの近く、今の場所に、大島八甲記念館ということでオープンしたんですけれども、私どもレストラン花屋はその八甲記念館の、併設のレストランということで、全くだから、同じもの、一緒のものということで、同じ7月にオープンしました。これ、ここで今見てみると、映画鑑賞みたいなのもね、やってるっていうので、これもあれですかね、これ場所はレストラン花屋さんで一応やるような形ですよね。そうですね、記念館の企画で、毎月第2の土曜日7時からは、映画鑑賞会を花屋でやってますね。なるほどね。それから第4の土曜日は歌声喫茶、本題ですね。これだけど、これ何ですかね、この鑑賞会はいくらぐらいなんですか？映画会は、500円で、映画のあとコーヒーがついて、500円。そうですか。時間何時ぐらいからやるんですか？夕方7時から、大体2時間ものですね。2時間ぐらいでね。結構来られます？そうですね、もっと大勢来てくださるといいんでしょうけれども、10名から15名ぐらい。これ映画は誰が選ぶですか？
選ぶのは、うん、記念館の館長さんが、館長が選ぶ、はい、ご自身でいろいろ DVD を見て、あ、なるほど、よかったなと思ったのを上映されたり、ええ、それからあの、まあ、お客様が今度はこんなのやる、あ、 要望するか、はい、要望が、うん、それに、まあ、添えるものは添ってというような感じで、うん、あ、なるほどね、洋画が多いですけど、ええ、邦画もやりますね。寅さんとかもやったことありますし、うん、あ、そうですか、はい、映画館でなくてもね、こうやって見られる、そうですね、あの身近なところでそれこそ駐車場の心配なく、うん、はい、あのお茶も楽しみながら見ていただくには、うん、とっても、いいかな、はい、うん、いいと思います。なるほどね、はい、はて本題に入ります、はい、おめでとう100回、ありがとう100回、歌声喫茶花屋っていう形でね、はい、こういうものができてはいるんですけども、はい、まあ、今回100回記念になって何人ぐらいいらしたですかね、はい、あ、お客様ですか、うん、お客様は25名ぐらいでしたかね、うん、はい、あとスタッフが 7、8人いますので、あ、ね、はい、まあ、あれですか、あの真っ白の人ばっかじゃないですかね、いろんなとこから来られる、そうですね、いろんなところからお見えいただいて、千曲市の方も多いですし、あ、そうです、長野市、上松、ご常連で山菜から来てくださる方もあるし、 あ、 あとはそうですね、戸隠市からもおいでいただいたり、 あの楽しみに毎回来てくださる方が、そ、あれ、それだけ魅力があるってことだね、 ありがとうございますまあでも駐車場広いから、はい、大丈夫だねまだ全然受け入れは十分十分ですね、はい、はい、まあ、こういったあのあれで演奏、生演奏みたいなあれですね、やるですね、これ見ると ギターとアコーディオンっていう形ですね、そうですね、うん、はい、この方はあれですかね、みんなあの全て OK なんですね、リクエストは、あ、演奏されちゃう、そうです、あの歌声喫茶、こういう あ、はいはいはい、あの歌声の歌集がありまして、はいはい、歌声喫茶ソングブック828曲入っているんですけれども、あのお客様からこの中からあのリクエストカードをいただいて、それをたくさんできるだけ歌っていくわけなんですけど、何でも弾いてくださる素晴らしい、はい、アコーディオンは根本秀夫さんとおっしゃられて、あの長野合唱団の常任の伴奏でもいらっしゃいますし、いろいろなとこの歌声喫茶の伴奏を受けてらっしゃる、あ、そうですか、はい、ギターは押島田にお住まいの田口森夫さん、はい、田口さんも、うん、あの同様にご自身でも歌声喫茶も企画してやってらっしゃいますし、うん、あのあちこちのやはり伴奏しながら、ね、私とも最初から、うん、はい、来ていただいて、あ、そうですか、うん、はい、まあ、これ見ると司会阿賀さんやってらっしゃるじゃないですか、そうですね、どうですか、その最初やる時のあれ緊張する100回目になりましたけど、うん、あの緊張は同じで、同じ、はい、もうあの最初の皆さんこんばんはの一言出すのがすごく緊張して、うんうん、そうですか、そんなことは全然感じさせないんだけど、どう、いえいえ、マイクのスイッチ入れようかどうしよう、うん、後ろから田口さんが、またさん時間だよ、あ、そう、深呼吸を3回ぐらいしてやっと、うん、やっとこんばんは、あ、そうですか、まあ、こういうあの始まります、こういう皆さんで歌うのもあれなんだけど、これもギターを弾きながらやっぱり歌っていただくんですかね、そうですね、あの歌声喫茶っていうのは、うん、あの そもそもあのなんていうんですか、まあ、今皆さんカラオケね、たくさん好きでやってらっしゃると思うんですけど、あのカラオケでお一人で、うん、あの歌われる素晴らしい、あのそれもとってもね楽しいと思うんですけども、うん、はい、あの歌声喫茶の場合にはこういった、まあ、あの本当に私どもあの恵まれてると思うんですね、あのギターにアコーディオンにっていう素晴らしい伴奏者、うんうんうん、であのこういった伴奏がついて、うん、で大勢の皆さんと、はい、あの歌を大勢で歌える、うん、そういう楽しさっていうのかな、はい、あの大きな声で音痴でも全然構わない、うん、思い切って大きな声で歌えるっていうのが、うん、あの良さだと思うんですけど、うん、あの何を歌いましょうっていうリクエストをいただくこともありますし、中には、うん、あの中には田口さんにコスモスを歌ってほしいとか、うん、いい日旅立ちを歌ってほしいとか、はいはいはい、あの指名のついた、うん、歌い手の指名付きのリクエストをいただくこともあったりして、うん、あのこういった、はい、あのことになってるわけですから、ね、もちろんね、あの田口さんを一人で歌うわけでなくって、うん、皆さんもご一緒に歌うんですけど、うん、はい、
いろんな場、うん、まあ、臨機応変にやっちゃうね。そうですね、うん、まあ、それも楽しみの一つだね。そうですね。でもその采配を振らわなきゃいけないな、アースさんって、ね、そうです ね、 ね、まあ、臨機応変にやられるっていうんだけども、まあ、それもまた楽しみなんかね、皆さんこう来てさ、はい、アースさんのやり方どうなのよって今日は違うかなとかさあの私は本当に最初から一応進行役は受けてるんですけれども、あの歌をそうたくさん知ってるわけでないですし、はいはい、歌のこと音楽自体も、うん、あの本当に素人で、うん、あの十分こう理解してたり、うん、何でも歌えるわけでないので、あのいろんなリクエストが来て、うん、どれを歌おうかなって、まあ、順番を組むんですけどね、はいはい、あの知らない歌もありますから、自分が知らない歌はもちろんなんか会場の皆さんからね、うん、出てきていただいて、はい、マイクで歌っていただくとか、うん、もう分からないところは分からない、助けて皆さん助けてくださいっていうような場面は ね、うん、たくさんあるんですけども、あの皆さんとっても温かく応援してくださって、はい、おかげさまで本当にここまで来てると思います。なるほど、ね、はい、感謝感謝です。まあ、この中でもあの、ね、自分でこうやってらっしゃる方もいるもんね。そうですね、はい、でこの方たちは、まあ、これ100回記念だからってわざわざ来ていただいたの？そうですね、あの来ていただいたっていうよりも、うん、あの毎月来てくださってるお客様が、はいはい、三味線の、うん、まあ、三味線のね、はい、お三味線ですね、うん、あの伴奏というかあの演奏をやってらっしゃる方で、うんうんうん、で花笠音頭のリクエストをね、うん、いただいて、まあ、100回記念でおめでとうということ、はい、でその時に、うん、あのこのお三味線持っててくださったものですから、ぜひ伴奏をっていうことでお願いして、あの100回目は、はい、うんと盛り上がりましたおかげさまで、うん、はい、まあ、こういう楽しみもあればね、アコーディオンばっかじゃなくてギターばっかじゃなくてもこういうのもあれば楽しいわ ね、うん、ね、はい、うん、あのケーナも歓迎ですし、うん、ピアノも歓迎ですし、ね、はい、いいね、いろいろお弾きになれる方 ね、 ね、来てくださると、うん、あのまた輪が広がっていいですね、盛り上がります、うん、はい、こういう人もいらっしゃるね。この方は ね、 ね、あの手話というか、うん、これ見上げてごらん夜の星を、うん、をあの手でやってくださって、うん、はい、とっても素敵な、ね、うん、手話です。なるほど、ね、はい、まあ、今回あれですね、100回記念という形でこういう美味しいのが出てきたっていうんでね、はい、ちょっと説明お願いできる？そうですね、はい、あの7時から9時まで2時間やるんですけど、はい、途中8時ぐらいに、はい、あのティータイムがあるんですね、うん、あの会費は800円いただいてるんです、ね、はい、いるんですけど、はい、あのティータイムがありまして、あの、まあ、紅茶コーヒーお好きなものと、はい、あとあの手作りのおやつをお出しするということで、うん、はい、今回はこれは大福だね、高いマスカットを使っていただいて、あのシャインマスカット入りの大福ですね、はい、うん、お漬物とフルーツとあるんですけど、はいはい、これあのなんとですね、100回記念のお祝いだからっておっしゃって、うん、お赤飯を作ってくださったんですね。でしかもあの、うん、松代今あんずおこわが ね、 そうだね、町の名物にしようっていうことも、うんうん、ね、それもちゃんとあの、うん、理解していただいて、 あんずおこわを、うん、届けてくださって、あえて作ってきてくれる。そうなんです。なるほど、あ、花屋さんもやってんだよね、あんずおこわセットってのな。そうですね。美味しいですから、どうぞ一度。そうだね、はい、はい、召し上がってください。わ、うん、かります。まあこれもさっき言ってたね、この歌声喫茶のあれですもんね。はい。はい、このね、お菓子を楽しみに、うん、花屋の歌声喫茶にいらっしゃってるっていう方ももしかしたらあるかもしれない。そう、可能性あるね。そうですね。はい、でもそれ考えるでどうするで、あがさん考えるんですか？お菓子なんか今度はこれ何しようとか考えるのはね、うん、あのスタッフが考えるの、もう本当に あのありがたいことですけども、うん、この歌声喫茶のおやつは私に任せてって言ってくださる方がいらっしゃって、 その方が本当に毎回実は、うん、あの決まっておやつを手作りで作ってくださって、本当にあのそういういろんな方にね、うん、あの支えていただいて。そうですか、はい。年齢的には何歳ぐらいの人やってらっしゃるの？あの参加者ですか？うん、これ作ってる方、作ってる方の年齢ですか？そう、やっぱり作ってる方の、ね、20代とか40代60代70代とか打ち合わせに入ってなかったじゃないですか、その話はいやいやいや、70代ですね。70代ね。そうですね、やっぱりそういう方だね、はい、何でも作れる、うん、はい、素晴らしい方です。なるほどね、はい、はい、
まあ、これがちょっとね回り上がったところですけども、はい、ちょっとこれはそうですね、うん、どんなあの、うん、これはあの最後の場面ですかね、はいはい、あの嬉し恥ずかしなんですけど花屋の歌声喫茶は最後に、みんなで輪になって手をつないで歌おうっていう、もうあの最初からそういう流れに実はなっていまして、はい、この時はあの今日の日はさよなら、これを歌ってるんですけど、なるほどね、もう歌詞は置いといて、うん、私がコールをして、うん、で皆さんで好きな人の隣に行って、うん、好きな人の顔を見て、うん、笑顔で歌いましょうっていうことで、うん、はい、それを促されてみんなでこうやってやるってことだよね、喜んで、あとまああの100回過ぎましたけども、はい、今後の希望っていうかあったら教えていただける、うん、そう、あの希望って言いますか、うん、あのやっぱり皆さんね、あの、はい、歌うことは本当に楽しいですし、うん、あの元気にもなれると思うんですね、はい、ですのであのやっぱりこれから、まあ、元気な限り続けたいと思っていますので、はい、皆さんも一緒に楽しく歌って、はいはいはい、あの元気になってまたあの明日への活力を蓄えて、うん、というような風なあの力になれたら嬉しいなって思いますけど、あ、そうですか、はい、まあ、私もねちょっと言おうかなと思ってたのみんな言っていただいたの であの質問はもうそれでやめときますけど、ね、もうすべて言っていただいたので、はいはい、今日はどうもありがとうございました。いえ、こちらこそ、またよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。三田さん、はい、今あの二本松さんに先に言われちゃった、うん、いや三田さん言おうと思ったら言えなくなる、そうでも言っちゃう、うん、三田さん、うん、いやよかった、ありがとうね、歌声喫茶ね、うん、私ねもう何十年前に東京でも行ったしね、うんうんうん、長野にもあったんだよ、あったあった、よく行った、うん、そう、うん、リクエストした、うん、でね今お伺いしてね、うん、松島もあるじゃん、うん、俺毎月行っちゃうから、うん、いいよ、ね、ぜひ行っちゃう、お声かかったじゃん、ね、そうそうそうお声かかったそれで途中でさ、うん、ケーナなんか行ったじゃん、うん、ケーナいやケーナって言うとケーナって言われちゃうから、うん、ちょっとね、うん、もう考えちゃうな、そう、うん、ということで、はい、はい、よあのね、予告じゃん予告ね、お知らせ、はいはい、これもね、今ね、ま、あの真っ白の四季の写真集ってね、作ろうとしてるのね、うん、であ、これでも同じ、うん、そうそうそう、もうあのね、15日までっていうのでね、うん、何回でもちょっとやりたいなと思ってね、うん、候補したいなと思いますんで、ぜひ応募していただきたいな、うん、で、応募用紙はね、町力センターの方にあるので、ぜひね、参加していただければいいかなというふうに思いますんで、何でもいいの？その、え？あのデータでもいいの？あ、もう、あの元はね 2L サイズで埋めてきていただいて、あとデジタルにするかネガにするかっていうのはね、それはちょっと言っていただければ、うん、はい、それで OK ですのでよろしくお願いします。はい、はい、ということで、はい、来週はねちょっと今、はい、すごいですよ、すごいね、えオリンピック行ってリオオリンピック行って、ね、私か宮坂さんか、うん、ちょっとねこれね、うん、すごいんですよ、内田真由美さん、そうね、すごいんだよ、あの、ね、すごいよ、コーチだって、そうそう、去年までね、商工会議所にそうそういたいたいらしたんですよ、いたいた、真っ白にいたんだよ、何しろ、皆さん聞いてくんない、真っ白にいたんだよ、いやいや知ってる俺も知ってんの、ところでさ、うん、あのオリンピックのメダリストのコーチだよ、うん、そうだよね、すごいでしょ、うん、すごいすごいね、うん、その方とね、毎週お話しするの、そう、嬉しいね、嬉しい、どういう話聞くの、いや、あの、いや苦労しましたかとかね、いろいろ、あの、いや今言っちゃうとほら、うん、あの楽しみないから、そう、ね、もうもったいぶって、うん、さっきね覚えたんだけど忘れちゃったここにね、うん、あのカンペあったってのね、カンペ用意したんだけど、そうかね、そこまあまあ来週は楽しみにしときますわ、そういうことにしときましょう、はい、じゃあそんなことでね、はい、307回ね、はい、はい、大丈夫ですね、大丈夫です、はい、じゃあお楽しみに、ね、はいはい、それでは来週のしゃべくりましょう、どうぞお楽しみに、はい、お楽しみに。真っ白はあなたの街
しら、また見てね。